どうも高井です。こちらの本とこちらの本について話したいんですけど、まずギャンブルにしても、まあ、スキルのゲームなのかチャンスのゲームなのかってことなんですけど、まあもしチャンスのゲームやだからスキルのゲームであれば、結果はね、あなた自身が投資した努力や準備の量によって大きく依存して、そしてあなたは練習を通じて改善することができます。でよりたくさん練習すればあなたはより上手くなり、練習しない人よりも上手にプレーする可能性が高くなる。だけど初めにね言っておくと、ギャンブル中の感情に対してギャンブルしない時の感情との区別を理解することが重要で、ギャンブルしない時は感情から冷めており、これはクールな状態として知られている。思考はより現実的で、幸運やチャンスは自分に逆らって働く度合いを正確に反映している。しかしギャンブルの中に入ることを望んだ時、ギャンブル障害患者は感情的に高まり、ホットな状態に入っていく。これは感情および精神の輪にはまり込む瞬間であり、この時自分は勝てるほど幸運だと言ってくる思考に抗うことがまさに必要となってくる。だからまさに鉄のような心、集中力、そんなのが必要になってくるので、こういうスキルの本でなくだけじゃなくって、こういうね障害に関する本も読んだ上で臨んだ方がいいんじゃないかなと思うので、読んでみてください。それでは。